鉄腕アトム、鉄腕アトム、鉄腕アトム、日本での英題は、マイティーアトムは、手塚治虫の SF 漫画作品及び同作を原作とした、テレビアニメ、特撮テレビ番組の作品名、並びに、作品内の主人公である、架空のロボットの名称である。テレビアニメ版で使用された、主題歌の曲名でもあり、同シリーズゲームのタイトル名にもなっている。 21世紀の未来を舞台に、原子力、後に、核融合をエネルギー源として動き、人と同等の感情を持った少年ロボット、アトムが活躍する物語。米大は、アストロボーイ、アストロボーイ。本作は、1951年、昭和26年4月から翌年3月に、連載された、アトム大使の登場人物であったアトムを、主人公として、 1952年、昭和27年4月から1968年、昭和43年にかけて、少年、公文社に連載され、1963年、昭和38年から1966年、昭和41年にかけて、フジテレビ系で日本初の30分、テレビアニメシリーズとしてアニメ化された。このアニメ第一作は平均視聴率27.4%を、 記録しその後、世界各地でも放映された。1981年には、様々な形で、本作が出版された数の累計が1億冊を突破した。1980年、昭和55年に日本テレビ系で、カラー版の、鉄腕アトムが制作され、さらに一作目と同じく、フジテレビ系にて2003年、平成15年に、アストロボーイ鉄腕アトムとして、 2回目のリメイクが放映。2009年には CG 映画アトムが公開されている。現在の日本のロボット工学学者たちには、幼少時代に鉄腕アトムに触れたことがロボット技術者を志すきっかけとなっているものも多く、現在の日本の高水準のロボット技術力にはこの作品の貢献大きいとも言える。一方で、各論統。 原子力の利用に対する現状との関係を検証する書籍も出されている。なお、原作者は原子力発電を推奨する意図はないと述べている。アトムは初登場の作品である公文社の雑誌、少年連載の漫画アトム大使では脇役だった。その作品自体の人気も今一つであったが、少年編集長の金井武氏は弱さや人間らしい感情あるロボットを 主人公にすれば、読者に受け入れられると手塚に提案し、アトムを主人公として、設定を少し変更した上で描かれたのが本作である。アトム大使連載最終回には、事号からは、鉄人アトムが始まりますと予告されていたが、鉄腕アトムになった。原作の公式設定では、2003年4月7日がアトムの誕生日とされる。制作者は、天馬博士。 交通事故死した博士の息子の天馬比喩に偽て作られ、当初はトビオと呼ばれていた。トビオは人間とほぼ同等の感情と様々な能力を持つ優秀なロボットであったが人間のように成長しないことに気づいた天馬博士はトビオをサーカスに売ってしまう。サーカスにおいて団長にアトムと名付けられる。やがて法律が制定されて感情を持つロボットに対して 人間と同等に暮らす権利が与えられるようになると、アトムの可能性に着目していたお茶の水博士に引き取られた。そして、上層教育として、ロボットの家族と家を与えられ、人間の小学校に通わされるようになる。学校での生活は、同級生たちと、右よ曲折しながらも仲良くやっている。性格は真面目で、正義感が強く、困窮した者には、 自身を犠牲にしてでも手を差し伸べる優しい心を持つが時にロボットである自分に苦悩や葛藤することも多い。また、アルプスの決闘の巻では複雑な感情を抱けない芸術や自然への感動や恐怖心がないという劣等感からお茶の水博士に人造心臓を取り付けてもらって人間と同レベルの感情を一時的にいたことがある。 その後両親をさらった敵との戦闘で恐怖から体がすくんでても足も出なくなったため、剣一によって人造心臓を破壊された。誕生日の4月7日は本作の連載が始まった少年の発売日であった。原作ではミイバの巻1966年9月号から12月号での天馬博士のセリフなどに誕生日についての記述がある。 連載当時と小学館ゴールデンコミックス版では2013年4月7日と記載されており、朝日ソノラマさんコミックス版以後2003年4月7日に改められた。アニメでも第一作目は誕生から約1年後にロボット C3 号続称、飛び落として売られた日が2001年11月、アニメ第二作は2030年に誕生など設定に違いがある。 アトムの赤い靴は、アニメ第二作では名付け親である、ロボットサーカスの女の子ロボットのキャシーから譲られ、最終回では片身代わりに尿火の味が移植されている。物語の中では、苦労して市民権を得たが、現実の2003年4月7日、アトムは、お茶の水博士を世帯主として、手塚プロの所在地である、埼玉県新座市の市民に登録され、市役所の前で、 アニメキャラクターと死は、初のアトムの特別住民票が配布された。ア,アトムの髪型は、作者である手塚のせ毛がモデル。アトムの特徴はをもとにしており、英代もマイティマウスに習って、マイティアトムとしている。また、少年連載時には、手の指は四本で描かれることが多かった。アトム大使の物語では、我々が住んでいる、地球とは別の、もう一つの星。 地球の人々が、その星の大爆発によりロケット弾で宇宙を長く放浪して偶然に我々の地球を発見して着陸だが、どちらの地球人もよく似ており、はじめは友好的関係を保って生活をした。しかし、食料問題などを心配した、もともと地球に住んでいる地球人が、宇宙を渡ってきた地球人と対立、半派の頭目は、天馬博士。 地球に住む地球人のロボットであるアトム、天馬博士のロボットが両側の間に入って交渉して宇宙人の代表に対して誠実さの証を見せるための自らの頭部を差し出したことで対立は収まり天馬博士は自分の作った薬でゴミのように小さくなってしまう地球人と宇宙人は半分ずつ近世に飛び立つという物語。なお、最後にお礼として アトムは宇宙を渡ってきた地球の人々から大人の顔をもらう。アトムは7つの力を持っているが内容は以下の通り多少のバリエーションがある。その他、身長135センチ、体重30キログラム。電子頭脳は頭部ではなく胴体内上部に設置されていて、頭部は単なる飾りとされ、投資図では頭部にセンサー類が集中しているようだが、作中では、 頭部が外れてしまったり、頭なしでも活動可能な描写があり、胴体にもセンサー類は搭載されている模様。電子頭脳については、アトム根弱物語などの記述によると1970年代に開発れた超小型の原子力電子計算機が元になっているとされる。胸にはメンテナンス用の蓋があって、その内側には簡易的な修理のマニュアルと交換用の 真空管が備えられていた。また電源スイッチもここにあるようで、原作の火星探検の巻では、お茶の水博士がアトムを航空機に乗せる際、手荷物扱いにするためにこの電源スイッチを切って、トランクに収納するシーンがある。原作及びアニメ第一作ではこの蓋の内部と尻の2箇所に、エネルギーの補給口があり、ここに給油ホース状のものを接続して、 液体等母式エネルギーを補給する仕組み。またアニメ第二作では、胸部ハッチの内部に、カセット状の小型エネルギータンクを入れるスペースがあり、タンクごと交換する形で補給を行っていた。なお動力部である、原子炉については、原子力モーターという表現もあり、現在の原子炉と同じものかどうかは不明。作中で、しょっちゅう、エネルギー切れを起こす描写があることから、 現在の原子炉とは異なるメカニズムである可能性も高い。使用しているエネルギーはエネルギーチューブとも称されていて、作中世界では現在の電力化石油並みに普及しているものであり、ほとんどのローボットや兵器などの機械に使われているようである。アトム混弱物語の記述によるとこのエネルギーチューブは1990年代にアメリカで開発されたもので、当時は 非常に高価で、用途もごく限られていたという。またエネルギーチューブの成分は、ウラン化合物とされており、アトムが使用したエネルギーの残りカスを排出するために、トイレに行く、シーンがあった。この残りカスが、現在の原子炉の使用済み核燃料と同じものかは、不明だが、天馬博士は、放射能汚染を心配する妻、星港に、昔の原子力船じゃない。 放射能のカスなんか出さんよと語っている。飛行能力に関しては、大気圏内では体内に搭載された原子炉、後に各融合炉の膨大な熱エネルギーを利用することで、吸入した大気を熱膨張させて、ジェットの推進力に使用し、大水力と大気中での超音速巡航が可能。宇宙空間、大気圏外では、体内の各融合炉で発生させたプラズマを噴射し、 ロケットの水力を得ている。これにより、自力での大気圏突破と宇宙巡航が可能である。また、核融合反応によって生成されたプラズマは、超電動、MHD 発電によって電力にも変換されている。アトムの体を覆う人工皮膚は、ケブラー繊維とカーボンファイバーを織り込んで作られており、防水機能の他に消化器程度の被弾では、損傷しない性能を持っている。 この外角には2タイプの数千個に上るセンサーが埋め込まれている。一つは感覚センサーで触覚と温度を近くするもの。もう一つは内蔵された小型無線受信機に接続する通信センサーである。清晶列の通信センサーによってアトムはいながらにしてパラボラアンテナ機能を持つことができ人工衛星や他の電波源を選択して聴取できるのである。付属機能として 動物の限界を探知でき、それによって暗闇の中の生物、もしくは隠れた生物の存在を見るという、サメに似た能力を発揮できる。アトム混着物語などの記述によるとこの人工皮膚は1980年代にプラスチックを元に開発されたもので、格段に優れた強度、耐熱性を持つという。ただしさすがに数千度レベルの高熱には耐えられないようで、 人工太陽の巻では、人工太陽の高熱で手足と体表が溶けて、のっぺら棒の丸太のような姿になってしまったり、エジプト陰謀団の秘密の巻では、体が熱せられた状態で海中に出たため体表が、急冷されてひび割れができたりもした。アトムの視覚映像システムは頭部に収められている。アトムは、乏しい光源しかなくても、スターライトスコープのようにその信号をオズ往復してみる。 ことができる。また、このシステムは、赤外線映像や紫外線映像にも切り替えられる。アトムが実現するには、複数のアクチュエータと関節をフレキシブルに結合し、複数のアクチュエータが必要に応じて強調し、大出力や高速動作を実現する、多自由度干渉駆動技術が必要。現実にこの技術は、近電義手の研究開発を行っている電機。 通信大学の横井博士教授が研究している。アトムの家族の名前は、パパ、エタノールを除き、元素名に由来している。アトムは、アトム、原子、ウランは、ウラニウム、ウラン、コバルトは、コバルト、コバルトなど、ママ、リンイコールホスファース、リンと、チーカンイコールタイタニウム、チタンを除き、放射性元素に関する名前が付けられている。 本作の世界で人間に準じた権利と地位をロボットに保障し、かつロボットが守るべき義務を定めた法律。アトムがサーカス団からお茶の水博士に引き取られたのも、この法律の制定の結果であるとされている。ただし、最初のアトム大使では、この設定は登場しておらず、その後の連載やテレビアニメ化の過程で内容が徐々に追加されていった。少年連載版で、 具体的な内容が登場するのは、海蛇島の巻、幽霊製造機の巻、キリストの目の巻、青騎士の巻である。このうち、同法にまつわるジレンマを掘り下げて描いた、青騎士の巻で最も詳しく紹介されている。アイザック・アシモフ作品におけるロボット工学さん、原則と内容的に重なる部分もあるが、手塚自身は、本作のロボット法は、 独自に考案したものであると説明していた。ロボット兵器をめぐる議論の中で、このロボット法が取り上げられている。中期特撮秘宝ボリューム5、ヨー・イズミャ・ムック別撮影画秘宝、ヨー・イズミ社 ISBN978 から48億31万1276に、この紙人形劇鉄腕アトムとテレビ実写版、鉄腕アトムに関する資料が掲載されていい。 本作は4回日本向けにアニメ化されている。詳しくは各項目を参照。ナイジェリア向けアニメ、ロボットアトムについては本説に簡単に記載。大野によるアニメ第一作の音響、効果音は日本における電子音響の先駆の一つでもあった。を中心に研究、開発が行われている子供型二足歩行ロボット。身長1 0 4トル。 体重 22kg、全53自由度の3歳半の子供サイズの人型ロボット。設計はオープンソースとなっており、以下用にもカスタマイズ可能。将来的には、ドイツのジェトカット車製造の模型飛行機用、ターボジェット、ジェトカット P-100RX エンジン、水力 10.9kg を合計4機、左上腕部に、各の一1機ずつ2機、 左右脚部に、各の1一機ずつ二機装着することにより、短時間ではあるが、時速 30km 程度での低空下での自立飛行の実現を目指している。5. おさむき